BMX パフォーマーのゆえです。今回は BMX を中古で買った時に絶対にやっておくべきメンテナンスを紹介していきたいと思います。今回僕の知り合いが BMX をヤフーオークションで買ったので、その BMX を開封していきたいと思います。で、その BMX を買った知り合いなんですけど、この方です。はじめまして、サントスです。サントスってなんですか。はい、本名は名乗らないっていうことでサントスさんです。お願いします。お願いします。サントスさんは BMX なんで始めたいと思ったんですか。まあ、2年前にですね、ゆうやと出会って BMX 始めたいと思ったんですけれども、やっぱいきなり案外高いじゃないですか。まあ高いですね。高いんで、まあ完成車とか新品で買ったらもう5、6万、7万ぐらいするんで。そうなんですよ。で、まあ、僕の運動神経で続けれるのかっていう不安があったので、中古から始めたいと思って、まあヤフーオーク、メルカリさんをですね、もういろんなで探してましたよね。今めっちゃ探してで、まあいろいろ探して、まあ100、200じゃ効かんかな。で、ゆうやに見てもらって、いやこれはちょっと割高だよとか、これストリート車だよとか、うんうん、っていうのでなかなか合格点がもらえんかったんですけど、やっぱ最初 BMX 全く知らない人ってストリート車とかフラット車とか違いが全く分かんないんで、まあ、そこは本当に見分ける時がもうすっごい重要です。やっぱぼったくりっていうのもありますね。ありますね。全然もうこの値段でこれは高すぎやろってあるんで、まあ僕全然分かんないんで、本当ゆうやがこれいいよって言ったのを今回買って、まあ初心者で組み立てるってなった時にどうしたらいいか分かんないってことで、まあ、ゆうやにお願いして、はい、ジュース今日おごらせてもらって、ジュースとこの僕の部屋の掃除をしてもらったんで部屋の掃除をしてもらったんで、今日はメンテナンスをバッチリ僕がやっていきたいと思います。はい。で、まあ今後ですかね、中古品買う時のポイントをゆうやが動画で解説してくれるということなんで、まあ皆さんもし買う時は参考にしてもらえたらな。はい、だいぶ厳しいんでね、合格ラインがね、合格ラインが本当にもうやっぱ中古の BMX ってちゃんと見極めないとすぐ壊れちゃったりとか、結局わざ後々しようと思ったらこれじゃできなかったっていうのがあるんで、まあ、しっかりそこはちゃんと見て探して買った方がいいです。まあ、とりあえずじゃあ今回ヤフーオークションで買った BMX を開封していきたいと思います。お願いします。お願いします。そして絶対に必要な工具はまず六角とラチェットと、ラチェットのペグがあるんで、この間に挟むバー、まあ、これとラチェットだけやとペグに使えるんでバーを持っていきます。で、ソケットはだいたい 15mm と 17mm があればどの自転車 BMX にもいけると思います。まあ、それは自分の BMX に合ったやつを選んでください。そしてもう一つ絶対必要なのが空気入れ。この空気入れはコーナーで1000円で売ってるので、もう本当にすごく安くで売ってるので、これで全然大丈夫です。で、 BMX はバルブがベー式なんで、ベー式対応の空気入れをしっかり探して選んでください。そして本当は空気入れメーターがついてた方が本当はいいんですけど、メーターあるやつはちょっと高いんで、全然これで空気入るんでこれで大丈夫です。で、あとは絶対に、まあ、必要ではないんですけど、このブレーキクリーナー、まあ、パーツクリーナーとクレー556油、あと、まあ、自転車を拭けるようなこういうタオルがあると便利なので、ぜひこれも揃えておくといいと思います。そして今回ヤフーオークションで買った BMX 届いた箱がこちらです。ちょっと思ってた以上にちょっとでかいですね、これ。多分ね、 BMX こんなでかい箱に入れなくても大丈夫だと思うんですけど、まあ、早速じゃあ開けていきましょう。はい。なんかカッターとかで開けます？いや、もう素手でいきます。素手でいきますか？一応ハサミあるんですけど。いや、素手でいきます。じゃあ僕こっち側ハサミでいきます。いや、素手でいきます。僕じゃあこっち側カッターで開けていきます。いや、素手でいきます。やっと開けれますね、これ。1週間じゃあ1週間ちょっと開けるの待ってくださいって言って置いててもらいました。やっとですね、これ。じゃあ中開けていきたいと思います。対面です。とうとう中がどんどん、めっちゃ嬉しい。おー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 、なんかほとんどそのままホイールもくっついたままですね。ハンドルだけが外れてる状態で、おお、結構いい感じですね。あ、ペグ、わかりました。ペグと、この中にペグ2本とペダルが入ってます。箱の中に入ってたのはこんな感じです。持ってた以上にもういいパーツが入りすぎてちょっとびっくりです。 KG のフレームハンドルフォークタイヤとか、もうペグも059のペグとか、これが2万円で買えたのはもうめっちゃお買い得やと思います。とりあえず組んでいきます。まず、ハンドルからじゃあ入ります。これタイヤ逆なんで、ブレーキアーチがある方が前です。ブレーキアーチがある方が前です。でもある程度これは形になってるんで、はめるだけなんだとは。でもハンドルの角度がもう決まってるんで、
で、ペダル、もしバラバラの状態で買った人は、ペダルも右左向きがあるんで気をつけてください。向きの見分け方は、見分けなくても、まず向き逆やったら、ネジ回んないんで、多分大丈夫ですね。それだけ覚えておいてください。ペダルには向きがあります。これもペダルによって違うんですけど、ここで六角がはまるやつもあれば、ここに六角の穴がないやつもあるんで、それはペダルレンジがいります。だいたいペダルもくっついてると思うんで、そこはそのペダルによって工具を使い分けてください。最後ちょっとキュッと。よいしょ。でペダルもがっちり締めて、次はピグをつけていきます。ペグついてなかったらナットを外して、でペグの中にナットを入れてペグをつけていきます。ペグの中にナットを入れてペグを装着します。でまあフロントホイールは普通に、右左左右ギュッと締めてもらって大丈夫です。リアの場合はちょっと後ろのタイヤはちょっとだけ締め方が違うんですけど、フロントタイヤはもうこの状態でタイヤを押してグッと押して締めてあげるとしっかりまっすぐ均等に締まります。タイヤを押すのはここ立ったらいけない、どっちかにこうずれてしまったらホイールがこのブレーキシューに当たるんですよ。ほうほうほう。ちょうどまっすぐ均等にこの入った状態で締めるっていうのがポイントですね。これでちょっとでもこうペグの位置がこうずれてしまってしまったらタイヤがこうこっちに傾いてこのフォークとかブレーキシューに当たるんで、ここだけちょっとだけ注意してください。あとはギュッと締めてあげるだけです。次は先にじゃあ空気を入れていきましょう。空気を入れていきます。メーターがない空気入れやとどれぐらい空気を入れたらいいかっていうと、ストリート車とフラット車では違うんですけど、フラット車やったらちょっとカンカンっていうなんか高い音が鳴るぐらい空気を入れれば大丈夫です。メーターがあれば8気圧とかでいいと思います。ストリートの場合やったら4気圧とか、それぐらいですね。とりあえずメーターがない空気入れやったらこういった時にカンカンって鳴るぐらいがいいです。今これ空気がないんでポンポンっていう音ですね。多分今これで5気圧ぐらいです。ちょっとだけ押すとへこむぐらい。あとちょっともうちょっとだけ入れます。これぐらいでいい感じですね。このコンコンっていうぐらいがベストです。次はディアペグをつけていきます。ディアはフロントと違ってチェーンがあります。チェーンがあるんでチェーンを引きながら止めていきます。でそのやり方なんですけど、まず、普通に両方締めます。これは仮止めなんで両方とも軽く締めておきます。で次こっち側を緩めます。で指でこのフレームを持って親指でタイヤをくってこっちに寄せます。でこの状態で締めます。こうなるとちょっとだけタイヤがフレームに沿ってこうなってるんですけど、次はこっち側を緩めてこっちに寄せつけて締めていきます。でこっちからもグッてこっち側に押してあげます。そしたらチェーンが張るのでチェーン張った位置で締めます。これでチェーンは張れました。でここからまだ最後にちゃんとやらないといけないことが、今ちゃんとセンターが出てないです。センターっていうのは今こう寄せてしたんでタイヤがちょっとどっちかに傾いてます。なのでフレームに沿ってタイヤをまっすぐ合わせます。これはこっち側を緩めるんじゃなくてチェーン側を緩めたら意味ないんで、チェーン側と逆側を緩めてセンターを出します。分かりやすく言うと本当に今こうやるとこうなってると思うんですけど、これをまっすぐこのフレームに沿ってタイヤをまっすぐして止めてあげます。そしたらこうまっすぐになります。
ここだけ注意してください、まあ、ここの詳しいやり方はタイヤとチューブ交換とチェーンの貼り方のハウトゥーで上げてますんで、ぜひそちらご覧ください。あと注意してほしいのがクランクのここのネジですね、まあ、こっち側がこうやって押さえつけるネジで、こっちがその押さえつけた後の緩まないようにする止めるネジです。まずこっちから締めていきます。こっちを締めてこっちを締めます。でここ緩みやすいんで、中古とかやと緩んだ状態で出てくることがあるんで、ここはしっかり締めておいてください。こっちを、あ、やっぱ緩いですね。こっちを締めて、これぐらいで締まったら次こっちをしっかり最後止めとくところのネジなんで、ここはしっかり締めてください。まあ、ここをしっかり締めてたらそこまで緩むことないんで、まあ、緩んでもまた締め直せばいいだけなんで、なんでこっちもこっちもやっぱ緩いですね。ここはもう緩みやすいんで仕方ないです。しっかり締めておいてください。で、こっちを止めるとこを最後がっつり締めます。で、ここを締めていくんですけど、もうこれ締め終わってるんですけど、ここのあのボルトを締めすぎると、ここでこのハンドルとこのフォークをこうギュッて締めて、このフレームを押さえてるんで、締めすぎたらこのハンドルの周りが回らなくなっていきます。なのでちょうどいいぐらいの緩さで締めてください。で、逆に緩すぎたら次こうやって肩がもうガタガタになります。ここに隙間ができるんで、ちょうどいい感じに押さえつけてるけどハンドルもスムーズに回るぐらいがベストです。で、これを締め終わったら次ここを締めてハンドルを固定していきます。今このフォークとハンドルが締まってないんでゆるゆるです。で、ここ締める時の注意点は、このペグとハンドルをまっすぐ揃うような形で締めていきます。ちょっとこう斜めで締めちゃうとこんな形になっちゃうんで、ちゃんとハンドルとペグをまっすぐ水平に保った状態で締めていきます。これぐらいですね。で、まあ、BMX を中古で買った時に一番気をつけてほしいポイントはこのハンドルの角度です。さっきのあのこっちのやつはハンドルとこのステムが一体型なんで、もう角度が決まってるんでこういうのは大丈夫なんですけど、大体がこういうハンドルとステムって分かれてます。で、この時に、まあ、ここのボルトが4つあるんですけど、まあ、ここを緩めてもらって、まあ、今この状態はあのちゃんとした状態で、たまにハンドルがこうやってもうめっちゃこう前になってたりとか、こう後ろになってたり、すごい角度の状態のやつがあるんですけど、ハンドルの位置のベストなポイントの場所って、まあ、これフォークが、これフォークなんですけど、こっから沿ってもう直線にまっすぐ来たポイントの位置にこうハンドルの角度があるのがベストです。これはもうストリート車もフラット車もどっちも共通することなんで、ここは気をつけてください。まあ、自分のやりたい技によってちょっとハンドルの角度変わるのはあるんですけど、締め方なんですけど、ハンドル締めるときに交互にここ締めたら次こっち締めます。で、こっち締めたら次こっち締めて、こっち締めて、交互に締めていきます。で、最後順番にギュッ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 って締めて完成です。で、まあ、最後このシート、まあ、これちょっと高すぎるんで、まあ、あの自走とかすごい椅子高いと楽なんですけど、技するときに高すぎると邪魔の技とかもあったりするんですけど、まあ、そこまで、まあ、これはちょっと椅子が高すぎます。で、一番ベストの高さがあるんですけど、ベストの高さは、まあ、このステム、まあ、ここの部分とまっすぐこうやったときにちょうどこの真正面に来るぐらいがベストです。今からその位置に調整していきます。これちょっとシートポストが長いんでこれ以上下がんないんですけど、そういう時はシートポストを切ったら入るんで、ちょっと高すぎるなとか思った時はそこをうまい具合に調整してもらえるといい感じになります。こんな感じです。とりあえず BMX を中古で買った時に絶対に見ておくべきところは、まずはこのハンドルとフォーク、ここが平行になるように絶対に見てください。ここが平行やったら何の技もできるんで、ここは平行にしておいてください。で、あともう一つの注意点は、このハンドルとこのペグ、上から見た時に平行になるように、ちょっとでもこうずれてたらハンドルこう曲がってんのにまっすぐ進むみたいになるんで、しっかりこことペグとこのハンドルの上から見た時に平行になるように合わせてください。そしてあとこのクランクのネジ、ここは緩みがちなんでしっかり締めておいてください。で、あとチェックするとこはこのチェーンです。チェーンが緩いとガチャガチャになるんで締めてください。で、締める時の注意点は、センターはちゃんとまっすぐ合わせて、センターがずれてるとこのフレームに当たるんで、ちゃんとタイヤはまっすぐなるように合わせてください。そしてね、ここの締め方も詳しくはチェーンの貼り方をあのハウトゥーで上げてるんで、もしもっと詳しく見たいって方はぜひそちらのハウトゥーも見てください。
まあ、こんな感じで中古で買った BMX はメンテナンスをしていきます。で、まあ、クレ556とか、まあ、あのブレーキクリーナーとか使うとしたら、クレ556はブレーキワイヤーの中にシューってやってブレーキのワイヤーの通りを良くしたりとか、あとこのチェーンに塗ったりとか、あとこういうボルトのところが、まあ、結構錆びやすいんで、そこに軽く塗ってもいいかもしれないです。で、ブレーキクリーナー、まあ、パーツクリーナーとかは、まあ、このホイールに塗ってもらうとブレーキ踏むときにブレーキの効きが良くなるんで、そういうところにも塗ってください。あとはあの普通にタオルとかにブレーキクリーナーシューってやってこうフレームとか拭いていくとめちゃくちゃピカピカになるんで、磨くときはそれをしてもいいかもしれないです。今回は BMX を中古で買った時に絶対にやっておくべきメンテナンスを紹介しました。まあすごいなんかいい状態なんで、そこまでなんかすることはなかったんですけど、で今回この購入した BMX は、まあ、リアブレーキがついてないんですけど、まあ、リアブレーキがついてても、まあ、そこまで最初は、まあ、いじることはないと思います。まあ、リアブレーキのセッティングのメンテナンスもまたいずれあげるんで、もし気になる方はぜひそちらご覧ください。まあ、今回サントスさんは中古の BMX を手に入れたんで、これからじゃあ BMX を始めていくってことで、僕が BMX のやり方、技のやり方を教えていきたいと思います。まあ、絶対できるようになるんで 100% できます。絶対にうまくなってもらうんで、まあ、その動画はまた次じゃあ上げていきたいと思います。どういう風に成長していくかっていうのを皆さんこうご期待で楽しみにしていてください。よろしくお願いします。お願いします。そしてこれからも BMX のめちゃくちゃ分かりやすいハウトゥーとか BMX の面白い動画をどんどん上げていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。